今でもですね、広報のバイブルになってるんですけれども、バグオファーさんで4ページにわたるシューマイ弁当特集をしていただいたことがありまして、なるほど、本当にこう細かい情報がこちらに出てまして、自分たちの資料よりもこちらの方がまとまってるんで、ありがとうございます。いつも持ち歩いてるというさすが。なんかその細かいところでいうと、自分の記憶の中でもなんかエビフライが昔入ってたとか、なんかいろいろそのおかずの変遷があったりとか、なんかあったので、それも自分の記憶違いもあったりとかいろいろする中で、ちょっと整理して知りたいなと思っていて、結局それをお願いしたら、なんかポロポロ新しい事実が出てきた。そうですね、本当にシウマイ弁当の年表をその際企画で作らせていただいたんですけれども、何が入ってたという記憶をですね、辿るのが非常に大変な作業でして、昭和29年に発売して、かれこれですね、来ると11、12、13、14、約15回ぐらいリニューアル、内容の中身リニューアルしてるんですけど、その内容をですね、細かに調べていく作業というのが非常にこう骨が折れる作業でして、もう二度とやりたくないなと思ってすいません、ご迷惑をおかけしました。おかげでそれが完成しましたので、いつ何が入ってたかというのは聞いていただければすぐ分かるようになっております。なるほど。あの時さくらんぼが入ってたよねだとか、あの時は、椎茸入ってたよねって思ってる方いらっしゃいましたら、お問い合わせいただければそれはいつ入ってましたよということは今答えられますので。すごい。なるほど。シューマイ弁当にはひょうちゃんが入ってない、はい、そうなんですね。その一番その人気のシューマイ弁当の中にそのひょうちゃん自身が今いないんで、あ、これは60周年の機会にお弁当にこうひょうちゃんがいてくれると嬉しいなっていうところの思いがあったのかな、はい、そうですね。シューマイ弁当にまだ一度もですねひょうちゃん中に入ったことなくてですね、お弁当の中に入ったこともですね、実は今回崎陽軒長い歴史の中で2回目なんですね。トイレがですね、お弁当の中に入ったのはたった2回しかない。そのうちの1回が、これに入ってる。そうですね、シューマイの中にはトイレが入ってるんですけど、お弁当の中に入ったのは本当に2回目ということで、なかなか一番作るときにですね、その中にひょうちゃん入れていいかというのが一番こう会社的にこう通すのが大変だった。ああ、そんなことがあるんですね。なるほど。確かに。なんかゴムのキャップも変遷があるっていう、はい、うん、いや昔だって、はい、コルクで、平成8年までコルクを使用してたんですけれども、覚えてます。そうですね、コルクはどうしてもこう同じサイズで作るのはなかなかやっぱり難しいということがありまして、今はゴム栓を使わせていただいてるんですけど、あの頃を懐かしんでいただく方もかなりいらっしゃいまして、補助計画にお越しいただく方の中にはコルクだって、なんでコルクやめちゃったのみたいなこう声掛けされるしていただく方も結構いらっしゃいますね。でも思い切ってコルク復活したいな。もしかすると売り上げが伸びるかもしれないですよ。そうですね、いろいろと変遷がありまして、爪楊枝もですね、昔は貝のちっちゃい貝がついた爪楊枝を崎陽軒使っていた時代もありまして、なんすかそれ。そういうものは社内では貝ピックって呼んでるんですけど、貝の爪楊枝が、ね、はい、画像検索通していただくとどこかに出てくると思うので、崎陽軒貝爪楊枝で検索していただくと出てくるかなと思うんですけど、そういったものを復活してほしいというところもちらほら寄せられてたりはします。その辺も工場見学に行くといろいろ、そうですね、工場見学にお越しいただけると見ていただけると思いますので、ぜひ皆さんでお越しいただければと思います。工場見学の特集っていうのは横浜大川でよくやるんですね。工場見学って基本的に無料なので、まあ、無料で楽しめる、まあ、地元の方にとって楽しい企画で、地元の方にとっても馴染みのある企業さんの企画ということで、工場見学の特集をよくやるんですけれども、やはり崎陽軒さんの工場見学は必ずやるんですけど、圧倒的な人気なんですね。で、お伺いすると本当に面白いネタがいっぱい転がっているので、ぜひ皆さんも申し込んでいただく、2月ですよね、次は2月に向けて申し込んでいただけるとすごく勉強になります。はい、ありがとうございます。まあそんなこんなでお送りしてきましたが、高井さん、はい、
これ。なるほど、カイピック。はい、ですね。何これ。これも復活したらいいね。プレミアバージョンとかね。そうですね、昔のプレミアムシューマイ弁当。いや、うん、あのね、ひょうちゃんハックやりましょう、本当に。ね、みんなで勝手に、勝手にですよ、月曜券、もしくはひょうちゃん、もしくはまあ、こういうのも含めてね、考えると。やりたいな。まあそんなこんなで貝も貝も縁も竹縄になってきましたが、ここで今日突如ですね、本日参加表明をしてくれた横浜を応援したいと思います。ちょっと準備前に。まあ、いわゆるザ芸能界に浅い企画というですね、まあ、いろんな人がいます。なんだっけ、名付け親はラビットさん、はい、ラビット関根って、今なんだっけ、関根勤さんに名付けて、ちょっと真ん中に来ていただいて、今日ですね、このことをこう出してたら見て、これは来なきゃいかんというふうに思ったらしく、来ていいかっていうから、まあいいも悪いもなくぜひっていう話で来ていただきました。おはい。おお、すごい。アントニオの横浜からです。よろしくお願いします。ええ。今日の終盤でいきなり芸人が出てきましたけども、はいはい、ですね、僕たちは浅井企画という事務所に、先ほどちょっとお話ありましたけど、所属しておりましてですね、はい、3年ほど前にですね、はい、関根勤さんっていう人間がですね、そう、僕たちの名前は横浜にしましてですね、コンビ名をね、そうだったんですよね。もっぱらそこからの横浜でしか仕事ができない体にされてしまいましてダンスバトルでね、素晴らしい、素晴らしい。まあもうほとんど今も都内での仕事もほとんどない、はい、全部もう横浜でやりにしてましてですね、そうだよ。僕たち路上ライブとかやってまして、はい、カトリアプラザって分かりますかね、はい、伊勢崎ホールの旧松田屋さんの前で、はい、今現在のところで僕たち路上ライブとかやったりとかですね、はい、横浜に目を向いて今活動してる人たち、生まれも育ちも僕ら横浜ですね。そうなんですね、はい、そうなんですよ。ちょっと今日は、はい、せっかく、はい、もうちょっとここ行くしかないっていうか、僕は単純に弁当、うん、